どうも、ギタープラネットハイエンドフラの松本です。入荷が続いております。はい、もうゴリゴリに書いてあるんでちょっとネタバレもいいところなんですが、フリーダムカスタムギターリサーチさんが入荷いたしました。フリーダムさんはですね、日本を代表する、ギターメーカーさんでございますが、最近非常に人気が高くて、この間の動画でも言ったかもしれませんが、めちゃめちゃ納期が長いです。はい、今見積もりがもうとんでもない数溜まっているそうで、なかなかですね今出回らないなぁなんてお話をしておりました。はい、そんな感じで当店オーダー品が入荷いたしましたので開けていきたいと思います。ほいということで、こんな感じでプリダムさんのケースは全部開かないのでちょっとズルをしました。はい、いやどうですかこれは。うわ見て、わーわーすごい、あまりの塗装の薄さに足の等間が透けております。これかっこいいなー。いやーいい、これはいい墓ランダちゃんですね。大変かわいいでございます。ラージヘッドですね。はい、ちょっと手が短いんで全然入りませんが、ラージヘッドで暗めのレイクですね。はい、フリーダムカスタムギターリサーチ、こちらはレトロ ST、これはダークレイクプラシットブルーですかね。はい、で計らんだ縛りになっております。でこちら今回は、はい、珍しくラージヘッドを採用しましたので、まあ言ってしまえば、はい、すいません、ビーズを意識した一本ですね。はい、タック松本さんのお持ちのやつをイメージした答えになっております。リア、ハンバーガーですけどね。はい、いい感じの一本になってます。いや、これ、はからんだ、エッチ。はい、スペックを見ていきましょう。ほい、フリーダムカスタムギターリサーチ、オーダースタイルレトロシリーズ ST でございます。オーダースタイルというのは、いろいろ、まあ、フリーダムさんはですね、3つラインナップがございまして、スタンダードスタイル、カスタムスタイル、で、一番上がオーダースタイルですね。はい、いろんなところを変えちゃうとオーダースタイルになって高くなります。はい、まあでもそれがいいのです。はい、こちらがボディウッドはライトウェイトアッシュ2ピースでございますね。はい、今回はアッシュでハカランダにラージヘッドというですね、それあるみたいな感じのスペックになっておりますね。なかなか実はないんですよ。年式的に見てもこの時代はもう、まあ66年とかですか、ハカランダじゃないことも多いので、なかなかですね実はコアなスペックになっておりますね。はい、でこちらネックはメープルで、指板は先ほどの通りブラジリアンローズウッドを採用しております。ネックグリップは FCGR U シェイプで、非常に丸みのある、フリーダムさんの中では比較的細めのスリムなシェイプになっておりますね。ナットは、特製のシリコンオイル付けしたボーンナットで、非常にチューニングの安定性が良いです。フレットはエターナルフレット、オリジナルのステンレスフレットですね。フリーダムさんオリジナルのステンレスフレットで、こちら22フレット仕様になっております。お色はこちらダークレイクプラシットブルーでございまして、ニトロセルロースラッカーの、こちらが、いわゆるもう極薄オールラッカー仕上げになっておりますので、もうね、アッシュの銅管がね、見えます。非常にかっこいいです。はい、これはぜひ実物を見ていただきたいところでございます。ピックアップは SSH 配列で、フロント、ミドルは ST ヴィンテージ、少し抜けの良いタイプのストラットタイプですね。はい。で、リアがハイブリッドハンバッカー。はい、こちらフリーダムさんのオリジナルのものになりまして、よく見ていただくとわかるんですが、こちらスラックコイルがですね、スタガードになってます。マグネット、ポールピースを採用しておりますので、非常にリアルなシングルサウンドと、太いハンバッカーサウンドを両立した非常に素晴らしいピックアップです。本当に素晴らしいピックアップなので、ぜひ試していただきたいところです。こちらはね、フリーダムさんね、この真面目ですね。日本人らしさが出ております。3.32 キロですって。軽っ！軽っ！はい、非常に軽量な足ボディで、いい感じの一本に仕上がってると思いまーす。
かがでしょうか。わかりますか、この足の導管が透けている感じが非常にいいです。はい、赤い、あ、真っ赤な赤ランダが非常にいいです。はい、もこのラジェットっていうのはなぜ独特なこの魅力があるんでしょうか。はい、謎は尽きないですね。はいよ、すごいね、すごいんですよ。これがこうね、こう微妙に足がこう透けてるんですよね。はい、こちらも、オールラッカーの超極薄仕上げで仕上げておりますので、ってかメタリックでこんな薄い塗装できるんだ、ふーんって感じのすごいかっこいいっぱいになってます。いいですなー。いやー、このハカランダもいいです。いやー、やばいやばいやばい。ダメだ、もう。終わるわ、店が、これ。はい。閉店時間になっちゃいますので、このままだと。はい、こんな感じになっております。本日から店頭展示開始いたします。気になる方は、ぜひ、お問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いいたします。